ガラヒデから望むクリーサとデルポイ。クリーサは現在のクリソクリーソスはギリシア神話の人物である。長母院を省略してクリソスとも表記される。ポーキス地方のクリーサ氏の創建者で、氏の名前はクリーソスに由来する。アイアコスのコポーコスとデイオンの娘アステロディアー子でパノペウスと双子の兄弟。 ナウボロスの娘アンティパテーアーとの間にストロピオスを設けた。ストロピオスはアガメムノーンの姉妹アナクシュビエと結婚しピュラデースを設けた。神話によるとクリーソス突破のペウスは仲が悪く生まれる前から母の子宮の中で戦ったとされる。この対立は子孫にも受け継がれ、クリーソスの子ストロピオスはオレステースを彼の父アガメムノーンを襲った悲劇から守り育て、 また孫のピュラデースは、オレステースの親友となり、彼の復讐を助けた。これに対してパノペウスは、クルタイムネストラーとアイギストスの味方をした。なお、クリーソスの支配したクリーサは、パルナッソス山麓にあって、デルポイの外交の役割を果たした。ホメーロス風三加、アポローン三加では、デルポイを含む、周辺地域の名として、クリーサの地名が用いられている。 ありがとうございます。